と行ってみよう。スカイウェーブ FM をお聞きの皆さん、こんばんは。デューン、ナグモでございまーす。そして、お相手に来てもらっております、この方です。どうも、ヒカルサンライズです。はい、こんばんは。皆さん、こんばんは。スカイウェーブの皆様。スカイウェーブの皆様だ。はい、今日もね、こんばんは。乗るしかね、このビッグウェーブに。なに、いきなり止まるの。え、ね、ビッグウェーブに乗っていただいてね、そういうことですね。千葉ですから。はいはいはい、はい。波がね、そう。サーフィンしたことある？ない。俺もない。ないんかい。でもね、サーフボードは持ってんの。なんで？あの短いやつかな。やったことないのに。ない。なんで？もらった。そう。もらって、なんか、フィンっていうの？あの、なんか、下についてるやつ。うん、あ、なんか、ピヨッと出てる。そう、うん。あれがないからって言って言われて、うん、じゃあ、なんか、買いますって言って、うん、安いやつ買ったの、うんうん。買って、飾ってる。飾ってた。あれ、外れるもんなんだ。なんか、外れるやつだった。あ、そうなんだ。うん、もうどうやってくっつけたか覚えてないけど。折れたらおしまいな箇所かと思ってた。うん、そう、違う、あれ、をなんかどうやってくっつけたかマジで忘れたけど、そうなんかくっつけられんのあのね。あ、そうなんだ。そうそうそう、そうなんだ。もうさすがにね、11月だとサーフィンは難しいか。いや、関係ないんじゃないの。あ、そうなの。うん、めちゃくちゃ寒いとかじゃないの。逆に夏じゃない方がいいとかじゃなかった。あ、そうなの。あ、ちょっとわかりません。はい、サーフィンに疎いお二人が、なんとなくの薄い知識で。でもなんかほら、俺東京に住んでるけど、みんななんか千葉に来るよね。あ、でもそうだよね。近場でやるんだったら千葉なのかな。そうそう。うん。なんか、その夜のバーの店員さん、マスターがいるんだけど、うん、その人がなんか普通に、なんか朝まで営業してんのに、そのまま寝ないで千葉に行ってくるみたいな。うん、そう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 。危ないよ。だからどんだけ好きなのみたいな。ねえ。うん。睡眠不足で海。そう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 。自然は危ないぜ。自然を気をつけ、舐めんなよ。舐めんな、自然をこの野郎。十分な睡眠をとってね。そうそう、しっかりね、体調とってもらって。そう、海難事故とか、その本人も本人やけど、うん、周りが一番引くんだから。そうなんだよね。ドン引きするから、マジで。結局。まあでもさ、海はさ、うん、そんなにあの、助けなくていいじゃん。助けるどういうことか。どういう意味？どういう意味？あの、もう、どうしようもないというか。あー、なるほどね。うん。山の遭難もあるじゃん。そうね。うちの、うん、あの、地元も山だから、新潟の山、うん、ね、スキー場の近くとかだから山だけど、うん、めっちゃ遭難すんの。へー。そうそうそう。だから、あの、なんていうの？まあ、その、まあ、消防の人とか、うん、なんかそういう、捜索隊とかで、うん、あの、地元民とかも借り出されるのよ。結局。そうなんだ。それで何日もこう、探したりとか。うん、で、最終的にあのヘリが飛んでる。ああ、見たことある。そう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 。そういうのがあって、みたいな。だからスキー場で変なところに行くと、うん、この辺に行っちゃうんだ。ああ、またあの辺にいるんだろうな、みたいなのが なんとなくわかるみたいな。そう。大変だよ、あれは。絶対探さなきゃいけないじゃん。そうね。山の遭難の方がまだ見つかるか。そうそう、見つかって、で、生きてる可能性がある。なんか変な言い方してる？俺、大丈夫？あ、大丈夫、大丈夫。そうそう、でもそうだから、うん、ね、助けを待ってる可能性があるから、うん、そうそう、なるべく早くね、そうだね。行かないといけないけど、吹雪とかもあるから。あ、そうか。そうそう。雪国だもんな、あっちは。なのにこっちはもう、なんか仕事もこれからあるんですけど、みたいなのも、人もね、いたりするから、それこそ寝ないでね、行かなきゃいけないからね。困ってる人は助けましょう。そう、準備万端で、登山とかお願いします。困ってるけど、困らせないのが一番いいですよ。ね、そうなん人のことはね。うん、びっくりするよね。ダメダメ、もう。登山したことある？登山？うん。なんで登山って言ったの？下山のイントネーションで登山って言ったの。何、登るときは登山で、降りるときは登山でいいの？下山のイントネーション。ないないな。ないよね。うん、なかなか。だから小学校とか学生時代とかって、なんかあるかな。ハイキング。ああ的なものはあるけど。ああ、どこに行ったか全く覚えてない。いや、この地元の多分ね、低い山だったと思う。へえ。どんぐり拾って食べたな。あんな高山とか言うのに？あ、そうです。岐阜県出身じゃん？岐阜県出身。でも高山なのに低い方へ登ったってこと？そうよ。高山なんてないんやから。え、ないの？多分ね、岐阜から見えてるでっかい山って、だいたい長野のあの、うん、なんとか山脈、アルプス山脈的なものが岐阜から見えてるだけで、岐阜自体にはね、そんな
べらぼうに高い山って多分ない。飛騨高山って岐阜じゃなかったっけ。あ、そうそう、そうだけど、うん、そんなね、べらぼうに高い山じゃないはず、標高は。岡山みたいな。お母さん、そうそうそう、それ山とはついとるけど、みたいな。そうなんだ。そうね。なんかずるいね。ずるいか？飛騨高山。でもなんか有名じゃない、飛騨高山って、うん。何があるかちょっとわかんないけど。飛騨牛。飛騨牛。はい、あと合掌造り。合掌、あ、え、そうだっけ？合掌造り、まあ、白川郷ってとこなんだけど。富山じゃなかった？あ、あれ岐阜。岐阜。そうそう。まあ、富山寄りではあるけど。そう、だいぶ積雪のね、多いところでね、こんにちは。こんにちは。あ、そうなんだ。そうそうそう。結構行く？いや、行かない行かない。行かないか。岐阜県ってね、うん、その、多分みんなが思ってるよりもね、うん、なんか、でかいよ。ちゃんと広い。なんかどっちかというとほら太平洋というかの感じじゃない。うんうん、そう。うん。ど真ん中じゃない。ど真ん中だっけ？岐阜県って。ちょっとあんま覚えてない。そう、内陸県だからね。内陸なの？海ないの？海ない海ない。え？一個もないよ。え？一個も？一個もちろん。一個でもあったら内陸県じゃなくなるから。一個もないの？いや、ない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 。そう。そうなんだよ。え、あるつもりでいた。そう、で、それはもう知られてないぐらい、やっぱ影が薄いのが、岐阜県なんだろうね。うんうん、ああ、まあね。うん、きっと。そうか、そうか。それで信長さんがいろんなところに手を伸ばしたくなっちゃったのか。うん、そうね。なんかこもってる分にはいいんやろうね。岐阜県って。侵略されづらいんだろうね。ああ、滋賀県のこっちってことか。そうね。滋賀、三重、岐阜の順番。正しく言うと。三重がいるのか。そう、一枚三重挟まります。へえ。と、下に愛知。で右に長野と静岡、まあ、静岡無理やな愛知で、まあ、長野で上に富山、石川とも接してたかな、そんな感じのとこだよ。石川ってもう離れてなかったっけ。こういうやつじゃん。そう、富山は隣でしょ、うん、あれイタリア の, あの逆側みたいなじゃない。ブーツに見えるみたいな、そんなんじゃない。そうそう、あ、そうか。そうそう、まあね、あんまりな、あれだな。そうね、何地方、何地方、東海地方かな。東海か。うん。そう。もしくは中部って呼ばれるのかな。中部か。うん。中部。新潟も中部なんだよ、実は。そうなの。同じくくり？そう。岐阜と？そう。中部地方。新潟身近に感じたことないよ。俺もよ。いや、俺はあるか、新潟は。違う。岐阜をね。岐阜を。うん、ないね。ないのよ。なんか、結局、あれだろうね、田中角栄先生が、うん、先生がこのトンネルを作ったから、うん、東京に近くなったけども、うん、そのまでは、あれじゃない、その、そ、遠回りして、そう、山を避けて、そう、こう来ると、中部みたいな感じだね、多分。そんな感じでございます。そうですか。はい、オープニングでございました。はい。はい。じゃあ、今週も、デューンと行ってみよう！スタート！デューン！デューンと行ってみよう！はい、スカイウェブ FM のケースエロザスタジオより公開収録をしております。この番組では皆さんからのメッセージ募集しております。はい。募集しております。はい。はい。どちらまで、どちらまで、はい。まずコーナーを、コーナーはですね、これって私だけ、はい、私だけかもしれないこと、私の実家であったこんな変な風習とかを送ってください。はい。もう一つはおバカの話、おバカをやってしまった。あ、多いな、一個。あとはおバカちゃんがいましたみたいなお話を送ってください、うん、あとはなんかクイズとか送っていただけたら楽しくなりそうです、うん、はい、はい、メールアドレスは info@892fm.com info@892fm.com ファックスは 043-441-5592 です。全番組共通なのでギュンと言ってみようを入れて送ってください。僕のツイッターに直接 DM を送ってください。YouTube の、前回放送もありますので、そこにもコメントして、いいねと高評価、お願いします。はい、言い切れました。言い切れました。最近調子いいのよ、なんか、ね。よくないよ、よくないよ。調子いい。全然よくなかったよ。たどたどしてたよ。いや、全然調子いいんだけどな。よちよち喋ってたよ、だいぶ、うんうんうん。そんなことないんですよ、本当に。ね、最近ね。うん。それこそさ、今日来てもらった時に肩こりがすごいね、みたいな、ちょっと揉んでもらったじゃん。うんうん、で、なんかもう、なんか疲れやすいし、はい、肩も凝るし、うん、なんか膝も痛いし、と思って。ボロボロじゃん。じゃもう、なんか、いや、年取る42歳、
こんなにきついのかと思って、うん、でね、なんでだろうなと思って、なんかひどい疲れにアリナミン V みたいな、うん、あるじゃない、栄養ドリンク、栄養ドリンク、あれ飲んだらさ、うん、その日もうその瞬間からスキップとかし始めちゃうぐらい調子よくて、うん、いや本当なのよこれが効きすぎる、と思ってなんでこんな調子いいんだと思って、うん、そうそう、で成分とかこうなんか効能みたいなの見たら、うん、なんかフルスルチアミンだったかな、うん、たまに聞いたことあるでしょ、まあ、なんとなくね、うん、あれはビタミン B の誘導体みたいな、誘導するやつみたいな、ビタミン B を吸収しやすくなる、そう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 、がフルスルフルスル、さっき言ったのに、なんだっけ、フルスルチアミンみたいなやつなんだけど、うん、だからあれと、うん、ビタミン B が足りてないと、はい、目の疲れ、はい、肩こり、はい、関節痛、はい、肩こり、はい、肩こり2回言ったな、肩こり3回目やねとかがなるって、あ、疲れとかね、まさにそれじゃん、そう、足りてない人あれあれれっていう感じになって、これはもうあれれ、今コナン君やろうと思ったけどできなくて、コナン君になっちゃうのはビタミン B のせい、おかしいなってなって、そうそうかと、じゃあビタミン B 群を取ろうと、そうね、自分に足りてなかったのはビタミン B やと、そう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 、で飲んだのね、めっちゃ調子いいの、あ、へえ、最近そんなそ簡単にこの欠けてたところにこれはめたら、これ大事だよ、くなりますみたいな、そんな単純だっけ、そう、なんかね、ほんとつらいつらいってこの体疲れもすごいなと思ってて、うん、そう、ビタミン B が足りないっていう、でビタミン B が足りないと、うん、最悪ね、うん、かっけってわかる、あー、なんか聞いたことある、なんか昭和初期になんていうの、膝をさ、ハンマーでパンって叩いてさ、そうそうそう、栄養が足りなくて、ビタミン B がないから、かっけって言って、膝がこう、かくってなるやつが、うん、かくってならない病気、うん、最悪死に至るやつ。うん、もう最も悪いよ。そうそうそう。死に至る。そう。それと、それでした。結局。あ、うん、結局。だから俺多分、多分ね。できないの。膝パンして。うん、ちょっと待って。うん、ほら。いや、今わざとだけど。わかんない。うん、わかんないけど、多分俺それだったんだと思って。ああ、やっぱね、偏った芸人の、食生活。食生活。中でバランスよく飯食うのむずいからね。そうそうそう。それで野菜なんて食わないじゃん？食わん食わん。うん。牛丼じゃん？うん。カップラーメン。牛すき丼じゃん？うん。牛すき焼き膳じゃん？うん。牛すき鍋御膳。もう毎日。吉野家から出よう。毎日そうだから。吉野家から出よう。本当に。だからビタミン B はね、大切だなと思って、うん、今、フルスルチアミンの錠剤プラス、うん、フルスルチアミン言えた時、ふんって顔したのやめて。いや、フルスルだったっけかなそう。と、ビタミン B を取っております。うん、取った方がいいよ。なんかね、記憶力もなくなるんだって、ビタミン B が。そうなの、うん、ビタミン B、担いすぎじゃない？そう。何もかも。ビタミン B があればいいんだから。そう。ビタミン B。いや、もっとなんか、タンパク質とかさ。ビタミン A、B だけじゃないからね、うん、ビタミンも。そう。だから、本当に記憶力もなんか、あんまり、なんか人の名前も全然覚えられねえしなとか、うん、あと、微分積分とかできねえしなとか思ってたから。元からやよ、多分。本当に。だからもうね、ダメだったんだなと思ってたらビタミン B でした。結局。自分に足りてないのは。そう。俺がね、その学生の頃ビタミン B とか取ってればもう東大、ハーバード行けてたのかもしれません。信頼しすぎ、ビタミン B を。B があれば。そんな特効薬じゃないから、はい。皆さんビタミン B を飲んでください。はい、取ってください。はい、取ってください。何に多いかとかわかりません。一番多いのはサプリです。うん、サプリに多い。なんかさっき牛丼牛丼とボケも言ってたけど、うんうんうん、牛肉めちゃくちゃビタミン B 群多いよ。え、そうなの？うん。ブタミンじゃないの？豚の方が、豚の方が多いんじゃないの？栄養素ってそのダジャレでできてないから。違う違う違う、豚が多いからブタミンと言われるぐらいの勢いじゃなかった。ああ、豚にも多いけど、うん、牛肉にも多いですよ。そうなんだ。そうですよ。お肉には基本的に多いですよ。ええーうん。俺ね、実はね、肉あんま好きじゃないのよ。ああそれは足りてないわ。そう。だからかも。うん。うん。魚から取れる栄養素ってなんだろうね。DHA。DHA か DHA は化粧品か。うん。いやでもね、魚の方が良さそうというか分かんないけど、フィッシュオイルがとか言うもんね。ね、確かに確かに。だからどうなんだろう。でも俺にはビタミン B が足りてませんでした。うん、足りてませんでした。はい、はい、どうですか、どうですか、足りてますか？足りてない、何にも足りてないでしょ僕。だからそうかも、
うん、食生活か。うん。なんか気合が足りないもんね、もともと。気合はさ、ビタミン何を取れば補充されるの？ B です。おぉ B です。ビタミン B1、B6、はい、B12。はい。確か。ビタミン B にも種類がある、はい、あるんです。いっぱいあるんです。はい、ビタミン B を気に入りすぎだから、マジで。ビタミン B、ありがとう。ありますね、ナイアシン。ナイアシン、ありがとう。そっか、ジローちゃんから栄養の話を聞く日が来るとはな。びっくりですよ。そうそう。何でもいいよ、もう腹に入れとけば、みたいな感じでね。駆け抜けてきた人生だったけど。もうね、そうなのよ。若い頃は良かった。ね、あの頃は良かった。あの頃は。うん。うん、でも本当なんか最近マジで調子いいのよ、ね、本当にじゃあ足りてなかったピースがビタミン B だったそう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 ジロちゃんにとっての、うん、本当調子いい、こんなに違うんだと思ってそんなに、うん、いや本当なのよもうなんかねこうずっとうーんってなってたのうんなんか疲れてプラシーボ効果とかじゃなくてそれでもいいそれでもいいのよあでもね僕も最近そうだよ、うん、何あのねこれコロナの話なんだけど、うんまあ、コロナかかって後遺症でずっとねなんかねブレインフォグっていう後遺症残っててずっと実は何それ何それあのね思考がまとまんないの思考そう考えが究極と思考の究極おいしんぼおいしんぼのおいしんぼ究極のグルメと思考のグルメの思考がまとまらないなんでもう飯から栄養取るみたいな話貝原雄山の話貝原雄山の話してる何独特の飯の食べ方ある何ごめんねなんかねあよく本当全然珍しいとかじゃなくて、うん、コロナで治っても、うん、ちょっとね思考がしづらいっていうのがどういうマジで分かんないあの、ねうん、例えば今まで簡単に思い出せて思い出させて思い出せれてたものが思い出せれなかったりとか、うん、そうそうあれなんだっけみたいなのが、うん、そのちょっと強くなっちゃうみたいなへえ。そうそう。だ覚えてたことが思い出せない。うん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 。だ本当怖い人とかだと、うんまあ、漢字が書けないとか。ええー。そうそう。まあそこまでじゃなかったんだけど、うんうん、なんか急にあの話したいんだけど、あの話なんだっけみたいな。うんうんうん。なんか増えてたのが、うん、僕もね、結構割と最近、うん、コロナ完治して、うん、症状がね、病状が治って、うんうん、2ヶ月ぐらい経って、やっとそれが治って、うん、だからね、その、同じ感じ。ビタミン B 取ってるジロちゃん、うんうん、だからビタミン B ですビタミン B のおかげで治ったわけじゃないけどね最近なんかほら料理とかするとか言ってたじゃんうんするするするだからじゃないそういうことなのかなだって前はだってさ取り木でなんか同じものばっかり食ってなかった、うん、ハイボールと貴族焼き、うん、あと煮卵絶対ダメよ絶対ダメよ主食もないしそうそう主食はあのハイボールの麦が取ってるからとかじゃないからうん、糖質ゼロだと。なんならあれ。いや、ダメよ。もっと、もっと本当に、加糖してね、ね、はい、あの、食塩とかも、減塩とかしないでね、増塩して。そうですよね。そうそう。そう、一日一食でやってたからね。あそうなんだよね。だから、うん、あの、取りすぎでね、お金いっぱいあるとかの人はいっぱい食えばいいけども、うん、あの、ちょっとの量でどんだけ生き延びるかっていう人は、やっぱ減塩じゃダメなのよ。そうだね。そう、取れるときにこっちから取らんといかんたち。加藤と増援してもらわないと。そんなことを言ってる芸人でございます。気持ちいいね、今日も明日も。本当よ。食事で栄養が足りない話してる。はい。皆さんいっぱい食べてビタミン B を取ってください。ね、かっけには注意ね。かっけよ、本当よ。あんななった、なるの人、いねえよ、こんなのって思って小学生時代ね、過ごしてたの。本当に。はい。歌の方行きます。あやかで虹色。デューンと言ってみよう。はい、デューンと言ってみようでございます。はい。はい、デューン。デューン、何何ですかはい、何ですかあ、新潟って、うん、初雪っていつぐらいに降るの11月の、うん。いや、でもね、初めぐらいに降ってたけどな、多分。じゃあ、俺らの時。この放送ぐらいの時にはもう降ってるぐらいかな。降ってる。だってもう、この収録で11月8日でしょ、うん、だから、なんか一発で降るのよ。11月に入ると。ドカって？うん、どういうこと？ファサーって。ファサー、どういうこと？一発？ファサーって。あ、でもね、ドカ、ね、そうか。俺らの感覚ではファサーだけど、うん、10センチぐらい。10センチはドカよ。10センチぐらい降るのよ。ドカだよ。で、夜だけ。
夜だけ降るみたいな、。で、それが消えんのよ。うん、で、その時に、自転車置き場とかバイク置き場が高校の時から消えんの。ね、雪が降るから、降ったから、みたいな、消えんのよ。でもそっからちゃんと降るまで1ヶ月ぐらいあるの。そう。なんだったんだ、あれはっていうか。そうそう。ちょっとあるので、ね、時間が、うん。そう。だから今はちょっと多分遅くなってると思う。12月入ってからと思う。はぁ。うん。じゃあちょっと雪のクイズ出していい？そらもう、知ってますからクイズになるかな。ああ、雪国出身だからね。そうそうそう。クイズになるかな。うん、じゃあまあ、まず簡単に2択のクイズからいこうかな。はい。じゃあ第1問出します。はい。気象庁における、初雪とは、はい。みぞれは含まれる、含まれる、含まれない。なるほどね。はい。はいはい。まあ簡単か。はいはい。か、それは簡単ですよ。雪国、ね、そりゃそうですよ。わかりますよ。そんなの。気象庁。俺、今、気象庁の気持ちになってるから。気象庁の気持ち。あれ、組織やから。気象庁。一個人じゃないよ。そうそう。あれ、こうやってね、こうやって見てるわけですから。見てない、そんな。そう、見てる。そんな。見てて、人の目でやってるわけじゃない。あれ？ちょっと雪っぽくない？こうやって、ダダダダダダって走って、こうやって手をかざすわけでしょ？うん。小学生じゃねえから。あ、うん、まだみぞれ。とかじゃん。ああ、まだみぞれ。ジャッジがね。そう。そう、あれなのよ。そう、あのね。はい。桜の開花宣言も、なんかこうやって見に行って、こう、咲いたとかなのよ。あ、おるんや、ジャッジする人が。そう、咲いたとかなの。みんな、そう、気象庁の人なのか、ただのおじさんなのか、はい、趣味なのかわかんないけど。趣味ではない。いるんだけど、そう。だからそういう感じよ、多分。気象庁が、みぞれ。どの時点で？ちょっと待って。気象庁における初雪とは、みぞれは含まれる？含まれる？含まれない。難しいよね。だってさ、この例えば2メーターの時点ではみぞれだけど、うん、もう着く頃には水になってるパターンもあるじゃない。なるほどなるほどなるほど。ね、なんならもっと上の方は雪だったのに、雪だけどもあれじゃない。ね、違ったりするじゃない。うん、ただね、みぞれは雪ではありません。正解は、はい。お願い。頑張りました。頑張ったから当たって。初雪にみぞれは、はい、含まれる。れるんだ。れるです。そうだよ。すごい分析してくれたけど、全部当てが違う。いや、いや、全部また外れてる。いや、違うと思うな。俺は含まれないと思うな。いやいや、ちょっと、もう気象庁が定めたんやから。いや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 。みんなこの基準でジャッジしてんだから。中理由聞いたいわ、気象庁に電話したいわ。あ、ちなみにね、みぞれっていうのはね、うん、なんか僕、びちゃびちゃの、なんか雪になりかけみたいな。うんうんうん。びちゃびちゃが全部みぞれだと思ったんやけど、うん、正式には、なんか雪と雨が同時に降る現象のことをみぞれって言うんだって。あっちゃ。そうそう。だ雪は雪、みぞれはみぞれじゃないらしい。そうそう。なんか、雪と雨、同時に降る現象のことをみぞれって呼んでるだけで。そうなの？そうそう。この粒のことをみぞれって言うわけじゃないらしいよ。どうやら。そうなの？うん、初めて知った。それは知らない。だってさ、なんか、なんていうのかな。うん、なんか、みぞれっていうのは、なんなら、雨の塊な感じ。違う？あ、でも分かる分かる分かる。そうそうそう。雪ピシャって広がる感じ、ね。そうそうそう。雪ってなんかもうさ、結晶で繋がっ、絶対離れたくない、うん。お前とは絶対に離れない。これからもずっと一緒だよ。お願い。ずっと一緒にいようね。で、これが積み重なって雪が積もっていく。そんなファンタジー。そんな感じ。第2問いきましょうか。はい、お願いします。第2問いきます、はい。雪国出身のデューナグモちゃんに、はい、雪クイズ。はい。第2問。雪合戦の発祥の地はどこでしょう？これね、発祥の地？雪合戦の発祥の地はどこでしょう？これはね、はい。これはね、当てたい。ちなみに、はい。雪国じゃん。雪合戦発祥の地には、はい、フィンランドです。お、違う違う違う、サウナじゃねえんだから。あと、もうちょっとノルウェー。インジャパン、インジャパン。日本？日本で、日本で。日本？知らんよ、外は。世界だと思ってた。世界。そう、これはね、でもね、ぜひ当ててほしいね。雪合戦発祥の地って言って、石碑まで立ってるらしいよ。その場所には。うん、うん。これね、はい、ね、あれどこだっけな、ちょっと待ってね。はい。南魚沼だったかな。
六日町だったかな。はいはい。なんかあの辺なんだよ。あの辺にね、あの、雪合戦大会が。はいはいはい。世界雪合戦大会みたいなのがあって、はいはい、あ、出たいね、みたいな感じだったの。あの、隣町だから。なるほど。なので、新潟県の、魚沼市。正解すごい、やった、すごい、マジマジマジ、正解正解正解、うん、やった。新潟県魚沼市は雪合戦発祥の地と言われ、石碑が建てられています。そうでしょ。そこでは毎年、うん、魚沼国際雪合戦大会という一チーム5人のリーグ戦の雪合戦大会が行われています。コスチュームやパフォーマンスも審査対象となるので、たくさんの方が楽しめるイベントになっているようですと。そうでしょ、すげえ。ほら、もしくはフィンランドの方も正解。フィンランドで雪合戦する余裕あるかな。寒さの桁が違うけど。あ、でもそう、本当そう。すごいね。そう、新潟隣町だから。そう、新潟出身だからね、これ当ててほしいなと思ってたんだよ。当たった、すごいね。雪合戦大会もあるの知ってた。今年もあるのかな。あると思います。チームスカイウェーブで出ますか。いやいや、雪合戦、雪見たことないやついるだろ。なめんな雪を。本当だね。本当に見たことない人全然いそうだね。いるんだよ、雪の積もった握ったのに。ない、そう。そうですよ。岐阜はまあ降るけど、まあ新潟にはかなわんね。うん、まあね、新潟も降るとこ降らないとこあるからね。あ、そうなんだ。そうそうそう、うちの方はめちゃくちゃ降るところですから。ありがとう、気持ちいい正解をいただいたよ。うん、ね、よかった、本当にボケたかったのにね。あ、いやでもね、よかった、新潟出身、新潟地元の誉れよ。ね、あ、そんなのお返しに岐阜クイズとか出したいな。あ、岐阜クイズね、次ちょうだい。じゃあ。ないよ。ないのかよ、あれよ。岐阜に思い入れないよ。僕だってねえよ。僕だってねえよ、新潟に。ね、理由にはあるけどね、多少ね。ね、皆さんはこのクイズ分かりましたでしょうか。はい。ブレイクいきます。一旦ブレイクです。デューンと行ってみよう。はい、スカイウェーブ FM の掲載ロードスタジオより公開収録をしております。おー、今なんかコロ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 って噛んでそうだけど噛んでなかったね。噛んでたよ、噛んでた、噛んでなかった、噛んでたけど、うんうんうん、コロ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 って押してったから、かセーフ、セーフでございます、はい、アウトでしょ、パーソナリティとしては。みんな噛まないのかな、そんなに、ね、どうなんだろうね、うん、他のスカイウェーブの皆様はね、うんうん、そうですね、まあ皆さんね、ちゃんとやってるでしょう、ね、うん、どうですか最近は。いやー、優勝したね。優勝しましたね、本当に。優勝した、優勝した、まさかね。すごい感動したよ、本当に。まさか。あんな戦力で優勝するかねって。ね、南アフリカだよね。南アフリカでした。本当に。まさか南アフリカが優勝すると思う。いい、阪神、阪神。え、うん、今する話題といえば阪神やろ。38年ぶり。日本一。ラグビーじゃなくて？ラグビーもいいけど、タイミング的にはもう絶対今阪神よ。阪神ね。みんな阪神よ。そうかそうか。あれ野球好きなんだもんね。野球そうね。ああ、そうかそう。そうそう。ちなみに僕はね、今やってるパワプロくんのアプリがあるんだけど。パワプロのね、ゲームのね。高校球児を、その甲子園優勝に導く。ああ、育てるやつだ。そうそう。で、創部して28年目にして、はい。なんと光サンライズ高校、うん、初めての夏の甲子園優勝したっていうのを、うん、そう言おうと思ったんやけど、うん、南アフリカに持ってかれちゃったね。いや、いいのよ、もう一回かぶしてくればいいじゃない。考えたら俺もぐるぐるぐる、優勝したのなんだっけな、優勝したのなんだっけなと思って出してくると思わんかったから。南アフリカだよ、本当に。でもラグビーもすごい、野球もすごかったね。俺見てないんだ。見てないんだ。全く見てないんだね。そっかそっか。まあ、ね、野球ってほんと興味ある人と興味ない人、結構二分されるかな、もう、うんうん。昔はもう国民大好き。ね、読売巨人軍みたいな。いや、わかるよ。卵焼きの立ち位置だったらしい。卵焼き？卵焼き？卵焼きどっかあんの？卵焼き。違う違う違う。何？しょっぱい派？甘いすぎや。食いつきすぎや。よく言うじゃん。うん、なんかなんだっけ？巨人。なんか、巨人、エアコン卵焼き、エアコンだっけ。知らんけど。巨人、あれじゃない、相撲、お相撲さんじゃない、大鵬。大鵬か。大鵬じゃない、卵焼き。白鵬、白鵬。白鵬はその頃おらんやろ。白鵬、高見盛り。高見盛り。
そうね、うんうんうん、っていう時代もあったけどね、うんうんうん、確かにね、そうよ。じゃあ俺も野球やってたからね、あれなんだけど、うん、でもね、見るの好きじゃなかったんだよね。あ、やる方が好き。そう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 、だからあんまり。新潟ってさ、うん、どこをファンになるの？例えばさ、うん、アルビレックス。アルビレックスじゃなくて、野球。新潟アルビレックス。野球の話、野球の話。野球の話してる。野球の話。社会人チームはいいんだよ。うんうん、野球の話。ヒノ国サラマンダーズみたいなやつでしょ、うん、もういいね。違う、それ知らない。それ知っとけ。知らない。うん、ナイト、ギャオス内藤が前まで監督してたんだ、確か。うん、ああ、そうなんだ。すごいとこや。うん、でもあんまわかんないけど。そう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 。どこになるんだろう。東京の人だったらさ、うん、まあ巨人だったり、うんまあ、千葉とかね。まあ関東の人だったら、まあ巨人、ヤクルト、うん、まあ西武、うん、あの辺じゃん。どこでやっぱ巨人なんじゃないかな。わかんない、うちの親父が巨人ファン、で結局茂雄さんと貞治さんの、はい、が好きだったから。あ、そうそう、その辺だから。スーパースターだね。そうそうそう、茂ちゃんって言ってたから。友達みたいに言うな。知り合いではないやろ。そうそうそう、好きだったからやっぱり。そう、うん、あ、まあそっか、ね、その時代のスーパースターか。そうそうそう、うん、で新潟はやっぱりその頃巨人ぐらいしか、きっと巨人戦しかやってなかったから。あ、テレビで。そうそうそう、あ、そっか、のもあると思うけど。なるほどね、うん、そうそうそう、しげちゃんね、しげちゃん、しげちゃん。そうそうそう、僕らが大谷翔平のことをしょうちゃんって呼ぶみたいな、うん、絶対言うなよ。お前絶対言っちゃダメだろ、しょうちゃん。お前軽々しく。すごいよ、しょうちゃんのね FA の記事見ました、あなた。あんま、うん、FA、そう、言ってたかも。うん、すごいのよ、うん、大谷翔平のね、うん、FA、すごいよ。うん。いくらだと思う？まず、FA だよね。そうそう、FA っていうのは、まあ、その、まあ、移籍を簡単に言えば。ファイナル、うん、ファイナルアタック。違うよ。ベジータじゃないよ。ベジータじゃないよ。うん、違うの？ベジータはファイナルフラッシュらしい、ね。フラッシュか。さ、間違ってた、うん。フリーエージェントね。うん、うん。そうそうそう。いくら動くと思う？ええ、来年の年俸予想はね、まあ、11月の今の8日現段階では、うん、でもさ、ちょっと待って、だってさ、うん、世界一のプレイヤーですよ、今は。うん、そうね。今やね。でもさ、故障しなかった？あ、そうね。ちょっと来年はピッチャーちょっとできません。バッターはできるんだ。そう、バッターできる。あ、そうそう、肘の手術のリハビリがちょっとかかっちゃうからね。ということは、年方が、うん、移籍金か、うんね、移籍金だよね、うん、移籍金で昔誰だったかが60億とかだったよね。ああ、あったあったあった、ね、松坂とかそういう感じが、うん、ってことはもう100何十億ですよ。200ですよ。200、うんうん、200だけども投手ができないから、うん、180元。ああ。180元で20億。20億。違うか。待って、だから200億。合ってる？ 200 億。ちなみに予想だけどね。うん。大谷さんの契約。はい。12年で5億2000万ドルが予想されてます。ちなみに5億2000万ドル。日本円に換算しますと。はい、約781億円。正解ってこと？正解ではないけど。今当たった？当たってないけど。とんでもない額になってるよ、もう。すごいね。人間一人にさ、781億円払うんだよ。意味わからんよ。なるほどね。すっごいね。いや、でもさ。うん。でもさ、12年？まあ、12年で、まあ、予想はね、現段階のね。あ、うん、いや、でもよ。でも考えてみて。うん。考えてみて。経済効果考えてみて。はいはい、はい。例えば、その、大谷翔平、翔ちゃんが。翔ちゃんって言うのかな？翔ちゃんが、その、映るじゃない。うん、例えばね、映るじゃない、うん、テレビとか、ね、じゃあ、どこでもいいです。どこのチームでもいい。アルビレックスでいいですよ。アルビレックス来るかな、ね、来たとしたらよ。うん、新潟もうすんごいじゃない、みんな応援、海外からも来るんだから。そうね。でしょ、うん、ほら、経済効果何？そうね。もうユニフォーム、どんだけ売れんの？ほら、アルビレックスのうん、アルビレックスで、オレンジのシャツ。どんぐらい売れんの？そう。そういうことを考えて、しょうちゃんまんじゅうとかも売るよ。うん。新潟県。すごいね。そう。すごい、商魂たくましいね。え、そうでしょ？ほら、考えて。ああ。安いんじゃないか？そうよね。そう。球団からしたら700何本出しても、それをペイできるって。そう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 。思ってるわけだもんね。そう。でも、いける可能性あるじゃん。そうね。うん、アルビレックス。アルビレックスだ。まあ、今季はもう。東京、首都が新潟に移る可能性あるんじゃない？いや、もうそれぐらいの影響力あるよ、もう。あるよ、したら。うん。すごいね。可能性ある。700億円、僕、同い年なの。
大谷くんと。そうなんだ。そう、94年生まれで。そうで、僕がさ、こんな安く金でヒーヒー言ってる横でさ、そんな740億、いやー、すごいね。すごいね。ね、僕も野球いっぱい練習しておけばよかったな。でもさ、それは大谷に入らないやつでしょ？球団同士のやつじゃないの？ああ、そうなのかな。そうじゃない。年俸はそこから払われるわけでしょ、結局。いや、違くない？あ、そう。年俸別じゃなかった？あ、また、じゃあ、またお金が発生するの？そうそうそう。そ違う？すごいわね。なんか、そんな感じだった気がするよ。前もなんか、60億の松坂だ、わかんないけど、誰かが、60億は、球団に行って、そこから年俸みたいな。なんか、その、移動の権利を買うみたいな。あ、なるほどね。まあ、そっか。その、言ったら、選手って、その、まあ、商品なのか、チームからしたら。あ、でも、わかんない。あの、契約が、もう、今年で終わりになってればあれかも。FA がどういうことか分かんない。うん、なるほどね。そうだ、多分。中途で、あと2年残ってんのに欲しいって言ったら、いっぱい球団に払わなきゃいけないかもしれないけど、うん、かもしれない。はい。だからね、俺は全く分からん。全く分からなかった。うん、もう全く分かりません。とんでもない額のお金が動いてますよと。ね、でもそうかもね。すごいね。700億円あったらちっちゃな国ができるよ、きっと。そうなの？買えるよ。国できんの？国建てれるよ。本当に？うん、知らないけど、土地さえあれば国って作るらしいよ。え？誰でも。どこの土地買おうかな。いや、違うよ。もういいよ。はい、歌でしたっけ？はい、歌の方いきます。レミオロメンで太陽の下。デューンと言ってみようじゃないよ、ちょっと。ごめんごめん。キューがあるから、ごめんなさい。キューっていうのがあるから、その前に、うーんとか言わないで。吸った息を、普通に吐けばよかったんだけど、なんか吸ったまんまで待ってたら、うん？いや、おかしい。音が鳴っちゃった。おかしいな。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。ねえ、困っちゃいますね。はい。ねえ、あのさ、はい。俺、一個ね、俺っていうか実家でね、うん、そのこれって私だけみたいな話なんだけど、うん、思い出したことあんのよ。何なんかね、中学高校ぐらいの時かな、うん、なんか実家で母ちゃんに、うん、あのこれの薬っていうか液体を飲むと、うん、あの一生がんとか病気に、がんって言ったと思うんだけど、そういうのにならないから、うん、もう本当に騙されたと思って飲んでくれって言われたやつが、うん、多分コップ一杯とかなのよ、うん、ちっちゃい、まあちょっとまあ三口ぐらいのやつを、うん、まあすごいそういうの飲みたくないけども、うん、でもまあ一生ね癌にならないんだなと思ってもう本当美味しくない、美味しくないんだけどねって言われたけど飲んだのよ、うん、ね、今んとこ癌になってないんだけど、うん、あれって何？知るか怖いよ。怖いよね。ね、なんか何だったんだろう。すごい、なんか、まあ、ちょっと怪しいものなのか、うん、本当に新潟の、その、南雲家にしか伝わってない伝説の秘薬か、どっちかやろうね。いや、多分ね、違うと思う。その、ね、あんまりなかったと思うんだよね。だから多分、親戚とか、うん。なるほどね。そう、どこからか、うん、母親が、調達したんだと。へぇ、うん、飛躍だ。そう。すげえ。今のところね、うん、多分飲んだであろうね。うん、家族。うん、俺、うん。兄ちゃん飲んだかな、わかんないけど、兄ちゃん。母親、父親。うん。癌、うん、になっておりません。おー。いやいや。偶然って言わん、偶然。でもね、もともとね、めっちゃ長生きかけなのよ。ああ、南雲家が。そう、南雲家。デューン家が。うん。デューン家ね。ママデューンと、うん、パパデューンと。そう。で、ひいおばあちゃんとかも行って、うん、100歳ぐらいまで生きんの、全員。へえ。それ飲んでるかもしれない。試薬のおかげで？うん。へえ。そうそう。だって96ぐらい、98ぐらいだったかな、うちのばあちゃんが亡くなったんだけど。長い。え、早ってなったの。98で？そう、うちの家族。大王者でしょ？うん。すごいね。なったの。そうそう、そんな。はあ、健康一家だ。そう、100になればひいおばあちゃんと一緒で宴会するのにねみたいなぐらい。あー、そうそう。だってその100のおばあちゃんの血がつながってる人は全員死んでなかったんだよ。あー、飛躍かな。飛躍です。飛躍でした。長生きしたい方はデューンまでメールをお願いします。今度聞いてみよう。はい。ちょっとブレイクいきます。一旦ブレイクです。
と言ってみよう。真似すんな。はい、エンディングです。エンディング。はい、もうね、いっぱい喋り始めて、いっぱい喋りすぎたのか時間がありません。そうですね、はい、さっきのコーナーで気づいてる人もいると思います。すごく短く、すごく短い一晩でブレイクしたんだね。そう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 。で、うちの家の話とかもしたけど、飛躍の話、すごい気になるけどね。そうそう、飛躍ね、まず聞いてみよう。あれ覚えてるかな、うちの母ちゃん。うん、まだ実家とかにさ、もしさ、なんか、かっこ、壺とかに入ってんのかな、わからんけど。多分違うと思う。入ってたら僕にも一口くれよって言っといて。うん、いや、そうなのね。でもだから、母ちゃん的にも、その、量が逆に少なかったかもしれないわけじゃん。なるほどね。ね。いや、私が飲むぐらいだったら、せめて二郎に行って。っていうね、親子みたいな、なんか、カリン様のなんかやつみたいな。調整水みたいな。調整水。調整水。そうそうそう。めちゃくちゃまずいけど、強くなれる。だから可能性はあるじゃない。うん。あ、でも調整水みたいなやつだって言われたかも。マジ？めっちゃまずかったんでしょ？いや、それも覚えてないんだよね。へぇ。この癌に一生ならない。うん。なんか、うん、中学生ぐらいだった気がするんだ。なんかファンタジーの世界の飲み物だね。そうそう。飲んだ場所とか覚えてんだけど。うん、味とか全く覚えてないの。周りにいなかったの？友達とかはいないの？いないいないいない。もう家族で。だけの。うん。秘伝の。家族でというか、もう母ちゃんと俺ぐらい。ああ、ええー。だから兄ちゃん飲んでないかも。ああ、ええー。うん。すごい秘伝の。そうそうそう。ちょっと聞いてみます。すごい気になるわ。いや、俺も気になる。うん。そうそう。なんかね、いろいろなんか、まあ、ちっちゃい頃体弱かったから結構飲まされた。熊の胃とかは飲んだ。熊の胃って何？熊の胃。熊。知らない、知らない。熊。熊の。ベア。胃。うん。胃、胃よ。胃。怖い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 。この乾燥させたやつの、多分こんぐらいの。豆みたいな。あれめっちゃ高いって言われた。高いんだよ。健康になるんだよ。高いんだよ。って言われて。飲みたくねえけど飲んでた。そうそう。なんか健康にいいって。よかった。今じゃ立派にラジオのパーソナリティできてるから。母ちゃんありがとうね。ほんとビタミン B も。はい。ということで、もう終わります。はい。すいません。最後の曲です。アンジェラアキで手紙です。このまま。スカイウェブ FM 聞いてください。お相手はデューン南雲とインキャルさんでした。ありがとうございます。デューンと言ってみよう。